はいじゃあよろしくお願いします、えー、今回は高校受験対策の英語シリーズ第2弾やっていきましょうで問題が4問ありますのでまず1回動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が解説しながら答え書いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは画面下げますのでお待ちください はおなかなかいい感じじゃないよしじゃあやっていきましょうちょっと待ってねこれね書いてあるやつが消えちゃうんだよねあ消えてる <laughs> ちょっとかすれてるけどお許しくださいそれじゃあまず上2問は、えー、と同じ意味にね内容になるようにま書き換えていくタイプの問題なんですがまず1番 His friends love him. これは主語が、えー、ここですね「h i s f r i e n d s ということで。 彼の友達でフレンドに S がね複数の S がくっついてるんでまあ友達いっぱいいるよとまあ彼の友達たちはみたいな感じでラブはまあ愛してるって意味ですけど一応これ友達関係の話なのでまあ大好きだよとか好きだよっていう感じかなで何が好きかっていうと彼のことが好きだといいですねみんなに愛されてると羨ましい限りですで <laughs> これは有名なねタイプの書き換えでこっちを見るとね 彼の友達はが主語だったんだけど、非ーに変わってるんです、ここが。非ーに。つまり、えー、主語と、まあ、あれ、目的格って言うんですけど、主語とこ目,目的格の部分が逆になってるんです。こうやって。ひムのひー,ーが先に来てるっていう。これ入れ替わるやつね。つまり、意味としては、彼の友達は彼のことが好きですだったんだけど、彼は彼の友達によって、 まあ好かれてるとか愛されてるっていうもう入れ替えることで受け身になるよっていう、まあ、前回の動画でもやりましたね受け身、まあ、受動体ですにすればいいっていうめちゃくちゃよく出てくる書き換えの問題ですで確認ですが受動体っていうのは B 同士プラス過去分詞ですね、まあ、作り方としてはこれなんですが基本的にその後に by も 使うのでここまでセットで覚えておきましょう B 動詞プラス過去分詞プラス by です by は後ろにほにゃららこの人によってこれによってほにゃららされるですでまあそれを作れば使えばいいなってことが気付くしかも by もあるからねじゃああとはえっとこのここはラブを使ってるからこいつを使ってやっていこうとで B 同士まあここは気をつけるところだね主語が非になってるので、まあ、B 動詞としては「is を使おうと思いますで気をつけるのはやっぱ時制です 英語の問題解く時っていうのはやっぱりこの時勢がすごく大事で時勢あれね、えー、現在過去未来どれなのかっていう話でもともとの文を確認すると動詞を見ればわかります動詞は LOVE ってことは ED がついてるとかなってないからこれ現在形です現在形ってことはこっち書き換える時も現在形で書かなきゃいけないので B 動詞は i s になりますもし ここが his friends loved him つまり過去形になってる場合は、えー、彼の友達は彼のことが好きだったっていうちょっと悲しい文になりますけどこっちも過去形にしなきゃいけないのでここが「わず」に変わります。Is、じゃなくてねここで時勢を合わせるで過去分詞はまあ「ラブ」はね後ろに「D」をつければ過去分詞になりますので「He is loved by his friends」ってなれば答えが正解というふうになります。 では、2番ですね。ここでもいい感じの有名な、この子がいる、えー。この子の扱いはね、ぜひ覚えてください。ちょっとここは余計な話めちゃくちゃしますけど、全部大事なんでぜひ押さえて。まず確認していくと、You mustn't run in the library って書いてあります。で、あなたは、で、mustn't、これね、もともと、これです。must っていう。で、その否定形です。mustn't がくっついて、まあ、短縮して mustn't になってるんですけど、 書いておきま,しょうマスント、ね、まずマストの意味を覚えてくださいこいつがホニャララしなければならないですホニャララしてねとかした方がいいよとかじゃないです強いですかなりもう強制みたいなしなきゃダメだよみたいないいマストでそれの否定になったマスントに関してはこれも禁止です 禁止の意味を持ってるほにゃららしちゃダメだよっていうほにゃららもうするなぐらいですかなり強めの禁止もうするなよって書いておきましょうってことで「ラン走る」ですねあマストは助動詞です助動詞なんでマストを置いた後ろに動詞の原型がきますもともとの形だから「ラン走る」の原型が来てるんだけど、えー、走ることがマストにと禁止なんで「走るなよ」って言ってるどこで in the library the 図書館の中でとつまりこれはあなたはっていうかまあいろんなね全体的な一般的なことを言ってるんだけど図書館の中で走るんじゃないみたいな感じ意味としてはでこの「m u mustn't まあするなよですよねかなりきついとでこれの書き換えでよく出てくるのが「命令形」ですほにゃららするなよって言い方ってまあ中学であったらもう「m u s t n t とか命令形しかないんです で命令形の作り方っていうのは動詞から始まりまりす普通英語っていうのは主語があって動詞があってて主語動詞っていう順番にあるんですよ SV ってやつですねの主語が取られますないんです動詞スタートだから今回これで言うと「run が動詞だね走るっていうつまりもし「run を先に書く動詞だから ランから始めて、ラン in the library って書いたらどういう意味かっていうと、図書館の中で走りなさいって言ってるんです。ランから始めると、走りなさいよって。でも今、じゃ逆だよね。走るなよって言ってる。つまり、走りなさいを否定したいから、ランの前に、まあ一般同士否定するから、ドン t だよね。ドン r ラン。 ってすれば、Don't run in the library って言えば、図書館の中で走るなよっていう命令形になります。この mustn't とこの don't を使った命令形を書き換えもこれ非常に有名なので覚えてください。でも、すいません、この問題まだ喋ります。この must はですね、こいつの書き換えもよく出てきます。must と同じように使われるのがこいつです。2つの単語くっつけるんですけど、こう。 この単語これまあ普通ハブなんですけどこの場合はハフって言いますハフトゥハフトゥホニャララホニャララには動詞の原型ですでこれでもしねマストラン走らなきゃダメだよ走らなければならないっていう意味マストランの時にハフトゥランって書き換えることができますマストとハフトゥ厳密に言うとちょっと強さが変わるんですけど、まあ、この書き換えは同じなのでもしマストの書き換えが出てきたらハフトゥだというふうに覚えてください めちゃくちゃ細かいこと言うと主語が「ひ」とかだったら「は」かっこつけてこうこれね「s の」のこれ「ハスって言うんだけどこの時ハスに変わるのではここも注意ですでもう一個です「マスト」が「はく2」になるんだよねそうするとちょっとこっち飛び飛びでごめんねこいつあーあいいんだ「マスト」ンとマスタナットのまあこれを「ハく」トてもいいやちょちょちょ,ちょあっち行ってこっちになってるえー、っとこっから下ろそうか「ハフ2」の「 否定形っていうのもあってそれはドンとつけますこうやってドン全然入ってない <laughs> 失礼失礼よいしょシュッとねドンとハフトゥーです で、元々の「must」と「hackto」が同じ意味じゃないですかだから「あ h a v e t o の否定した「don't」と「h a v e t o はこれと一緒だよなみたいな感じになるんですけどここが違うんですこれが厄介なの「must」とは強い禁止するなよなんですけど「don't」と「hackto」はほにゃららする必要はないよってそんなニュアンスですしなくてもいいよみたいな感じ ここの意味が変わってくるので気をつけてくださいだからマステンとを書き換えるときにこっちを使うって結構勘違いする方が出てくるんですけどマステントの場合はこの命令形こっちで書き換えますよろしいでしょうかでは次ねえっと四角2の1番いきましょう、えー、もし明日雨なら私は家にいるつもりですとでこれ後ろちょっと確認しますね I will stay at home まあ will 未来形ね こいつが入ると未来形、ほにゃららするつもりって、未来形の後ろに動詞の原型が来ます。stay はどこどこに滞在するとかどこどこにいるって意味。つまり、いるつもりですって、私はね。いるつもり、どこにいるつもり ?at home、家に。つまり、後ろの文は私は家にいるつもりです。まあ、ここですね。ちょっとカットしちゃいましょう。書いてあるから。 ってことは当然ね、このカンマの前の部分で、もし明日雨ならを作りたいと。で、まあ、t o m はあるからね、明日ちょっとカットしちゃいましょうか。で、ここです。もしほにゃららなら、もし雨ならね、を作るんですけど、こいつ。もしほにゃららなら、もうもしがあったらスタートはイフです。こいつが、もしほにゃららならって意味を作ります。で、雨ならってありますよね。で、今、レイニーがあるんですよ。レイニーが。で、これ、答えから言っちゃうと、 it is の短縮形の its が入ります。if it's raining。まあごめんなさい。if it's raining tomorrow, I will stay at home みたいな感じ。これで正解となります。で、ここのポイントをちょっといくつか喋ります。まず、後ろ未来形ですよね。まあ私は家にいるつもりですって明日の話をしてるから。で、こっちもさ、明日雨ならって言ってるんですよ。明日の話でしょ、当然。だけど、未来形になってないんです、これ。 It is で書いてるから普通にに現在形になってるなぜかっていうと「if」が入ってるここ、まあ、これもカンマででで切りまますすねここまでです if が入っている時の「if」を使ってスタートした時の文は未来の話であっても現在形を使いますだから「if」「it will be r a i n y とかできないんですまずこれ覚えてください「if」を使ってるこの文の中は未来,未来の話であっても現在形で書くっていうでもう一個が「 レイまあ雨が降るっていう雨って印象した時にレイニーじゃなくてこっちを使いたがる人もいますレインですレイでこいつは雨が降るっていうこれ動詞ですレイニーはこれ形容詞なんです細かいことだけのねで実はこのレインを使っても書くことができますここここでどう書くかっていうと if こいつでレイン動詞なんでこっち b を使ってるんですよ 美容師なでここを it ちょっと書いちゃうか if it rain で it から始まってるからごめんなさい書けなくなっちゃったけど三単元の s をつけます if it rains tomorrow って言っても同じ意味ですこれでもいけるだからやっぱ雨が降るって it is rainy まあ it's rainy ねでて書くか it rains って表すことができるんですけど今回はここに raining を固定されちゃってるので ここに「it を入れて文を作るっていう。いいかな。まあどちらのパターンでも作ることができる、まあもちろんね、ここが「レインズ」になってる可能性もあったわけだから、まあその時は「it を入れるとか、まあもしここ r レインズを入れたかったら多分「it をここに書くよね。「it を固定しといて、「f r レインズ」を書かせるから、多分問題としては。まあそういうパターンもあると思いますので確認しといてください。じゃあラストですね。えー、京子のおじいさんが、えー、彼女の世話をしましたと。 で、まあ、き子のおじいさん、おじいちゃんね。だから、き子図ず、まあ、きょのね、これ、アポストロフィー S がくっつくと、のって表します。き子の、グランドファーザー、これ、おじいちゃん。あ、まあ、あこっち来ちゃまた。ちょっとこっちですね。き子のおじいちゃんまあ、主語で書いてありますと。であとは、彼女の世話をしましたっていう。で、ほにゃららの、えー、世話をするっていう熟語です。で、これはもう覚えてください。えー、っと、世話をするは、かけるかな。 一番2つ紹介します一番有名だと思うのがこれ Take care of です Take care of 中学の英語だとこれが一番出てくる世話をするってで結論としては今回これを使います、まあ、ここに「オブ」あるからねでじゃあ「テイク・ケア・オブ・ハ r っていきたいんですけどここで注意何の注意かっていうと自制です今京子のおじいさんが彼女の世話を「しました」なんだよね これ過去なんだわ。しますじゃなくて。ってことは、この文も過去形にしなきゃいけないので、テイクの部分を過去形に変えて、トゥックにします。で、こっちは変わらない。テイク。OK。だから、a n d グランドファーザー、トゥック・ケア・オ her これで、この答えは正解になります。でもう一個ね。ちょっと覚えといてほしいのが、これ入らない気がするわ。あ、ギリシャスめるね。 すみませんかなりちっちゃくなっちゃうんですけどこれです「ルックアフターです」ルックアフターっていうのでもこれも世話をするっていう意味を持っているのでまあ中学の範囲で世話をするだったら Take care「テイク・ r ア・ of もしくは「ルック・アフター」この2個を押さえておけばまあ大丈夫だと思います世話をするに関してはねただ個人的にはこっちの方が圧倒的に出てくる「テイク・ r ア・ of なので是非押さえてもらえたらと思います では、えー、今回はね、この4問やらせていただきました。またね、英語の第3弾取っていきますので、よかったらそちらも使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。